デビッドキャンディラスは、オーストラリア連邦ニューサウスウェールズ州、シドニー出身のプロ野球選手。コロラドロッキーズと契約を結び、プロ入りを果たす。2009年は、参加ルーキーリーグのキャスパーゴーストでプレーした。同年は29試合に出場し、ダリズ本塁打率、205、0本類打10打点、16アンダー、5盗塁を記録した。2010年も、 参加ルーキーリーグのキャスパーでプレーした。同年は28試合に出場し、打率262日本塁打15打点28安打5盗塁を記録した。オフには母国オーストラリアで行われることとなったオーストラリアンベースボールリーグのシドニーブルーソックスでプレーした。ここでは十一試合に出場し、打率七十四零本塁打 10打点、23安打、5投塁を記録した。2011年も参加ルーキーリーグのキャスパーでプレーした。同年は61試合に出場し、打率、327、6本塁打、35打点、81安打、15投塁を記録した。オフにはブルーソックスでプレーした。ここでは16試合に出場し、打率、251本塁打、 7打点、14アンダーを記録した。2012年は3加 A のアッシュビルツーリスツでプレーした。同年は83試合に出場し、打率。266、4本類打、49打点、74アンダー、19、盗塁を記録した。オフにはブルーソックスでプレーした。ここでは21試合に出場し、打率。 282、28 2日本類打、9打点、24安打、6盗塁を記録した。2013年は、開幕前の3月に開催された第3回、WBC のオーストラリア代表に選出された。シーズンでは、参加アドバンス A のモデストナッツでプレーした。この年は、96試合に出場し、打率、265、4本類三36打点、 95アンダ二24、盗塁を記録した。2014年は、まず参加アドバンス A のモデストでプレーした。ここでは、68試合に出場し、打率、272、1本塁打、21打点、69アンダ十15、盗塁を記録した。その後、参加 AA のタルサドリラーズでプレーした。ここでは、21試合に出場し、打率、 1 9十4 4本類打、13打点、14安打、1盗塁を記録した。その後、参加、AAA のコロラドスプリングススカイソックスでプレーした。ここでは、2試合に出場した。同年限りで、ロッキーズを退団した。オフには2シーズンぶりにブルーソックスでプレーした。ここでは、44試合に出場し、打率、297、4本類打。 31打点、54安打、8盗塁を記録した。2015年3月10日に、同じオーストラリア出身のスティーブン・チェンバーと共に、日本の独立リーグである、新潟アルビレックス・ベースボール・クラブに入団したことが、発表された。同年限りで、新潟を退団した。2016年1月28日に第4回 WBC 予選の、 オーストラリア代表に選出された。同大会でオーストラリアは本選出場を決めている。6月6日に第28回ハーレムベースボールウィークのオーストラリア代表に選出された。またこの年からオフシーズンはキャンベラ・キャバルリーでプレーしている。2017年2月9日に第4回 WBC 本戦のオーストラリア代表に選出された。 2018年5月13日、四国アイランドリーグプラスの愛媛マンダリンパイレーツへの入団が発表された。後期途中の9月1日付で対談が発表された。愛媛での成績は29試合に出場して打率。277、3本塁打、6打点。2019年、プレミア12のオーストラリア代表に選出された。またこの年はドイツ、野球、 ウンデスリーガのマンハイムトルネードスと契約した。ありがとうございます。